4月7日水曜日、おはようございます。モーターステップ株式会社代表取締役の本橋です。今日ご紹介する商品はこちら、25ミリナイロンルーティーです、はい、こちらの商品、はい、このタフフックに使用されているテープですが、ナイロンのコール折りのテープの端にこの紐が一緒に折り込まれています。わかりますか、ね、一緒に折り込まれています。はい、こんな感じで中に紐が入ってまた外に出る、こういうループ付きのテープなんですが、もともとはカバンとかの装飾用のテープとして、このような形状のものが作られていたんですが、それを見たときにここのループ自体の強度が強くなればいろんな用途に使われるんじゃないかと思い、当時あった当社の機械ではその強度を強くするための組織であったり折り方ができなかったんですけど、ものづくり補助金を活用したりとかして新しい機械を入れて、少しずつ改良しながら今のこのルーティンになりました。で、こんな形で引っ張り検査、これは試験場の検査なんですけど、現在はロットごとに最初染めて自社で検査して30キロ以上が出るっていうものをこのルーティータフックに採用したりしてるんですが、まあ、たまに30キロどうしても出ないっていう場合もあるんですけど、そういう時にはまたその20キロバージョンっていう形で別の用途にも使用しています。なんで折り方とここの中にちょっと仕組みがあるんですけど、まあ、そこの品質を保ちながら強度を持った、ループ付きのテープという形でルーティー、これ特許も取得している商品です。色は、カーキ、焦げ茶、黒、オレンジ、赤の5色、アジャスタ、タフックの、アジャストなんかには、他の色も使われているんですけど、テープでの販売という形ではこの5色を定番化しています。はい、タフック以外にも、また別の用途としても使っていただけるように、別注品であればここの折り幅を変えたりとかピッチを変えたりということもできますので、そういうものをご希望の方は営業の方にお問い合わせください。はい、それでは今日は、ルーティーのご紹介でした。今日も一日頑張りましょう。